さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。エピックゲームズ無料でおさわりプレイ。毎週エピックゲームズストアで無料配布される作品の、序盤をプレイしてその内容を解説、最後にアンスコかプレイ継続か判断します。今回紹介する作品はこちら。ハルシオン6。2017年8月発売の作品です。ゲーム内容について簡単に解説。本作の舞台は人類を含む多くの種族が存在する宇宙。人類は他の種族との競争を優位に進め、覇権的な地位を確立しようとしていました。その力の源は謎の宇宙種族が残したテクノロジーであり、それは放棄された宇宙基地ハルシオン6からもたらされたものでした。しかしある日人類に大いなる危機が訪れます。連邦軍の主力艦隊である第12艦隊がその任務中に、突如として出現した大軍の襲撃を受けたのです。第12艦隊とその司令官は消息を絶ち、宇宙基地ハルシオン6も敵対種族の支配地域の中で、孤立無援の状態となります。プレイヤーはハルシオン6の司令官となり、放棄された宇宙基地であるハルシオン6を再建し、クルーを集め、宇宙艦隊を再編して、敵対種族の侵略を跳ねのけ、再び人類の手に宇宙を取り戻さなければなりません。以上が本作の概要となります。次はチュートリアルに沿ってゲーム内容を解説。最初に士官を選択します。士官はプレイヤーに代わり様々な仕事をこなす本作のメインユニットです。戦闘や探索は基本的にこの士官の数だけ行動が可能となります。また、指揮官には職業があり、攻撃を得意としたり、防御や回復が専門であったり、特殊な技術で戦闘に貢献するなど、様々な特性があります。次は士官が登場する宇宙船を建造。宇宙船にはいくつかのタイプがあり、耐久力や攻撃力、敵の攻撃に対する耐性なのに違いがあります。宇宙船の建造にはコストと人員が必要で、さらに建造が終わるまでの時間が必要です。注意が必要なのは宇宙船にも士官同様にタイプが分かれており、それぞれのクラスの士官は特定のタイプの宇宙船にのみ登場可能です。新しく宇宙船を建造する際には登場させる指揮官のクラスによって、作る船を決めなければなりません。敵と遭遇したら戦闘が開始。本作の戦闘はターン制のコマンドバトルとなっており、選択可能な行動は士官が登場した船の周囲によって異なります。攻撃の他にもバリアーを張って敵の攻撃を防いだり、傷ついた味方艦の耐久値を回復することが可能です。また、攻撃にはそれぞれ属性が付与されており、敵の種類によって異なる属性に応じた攻撃を指示することによって、弱点をついて大きなダメージを与えることができます。敵のステータスや属性は敵キャラを右クリックすることで確認が可能です。そしてストラテジーゲームではおなじみの研究ツリーも完備。ツリーは主に基地と宇宙船、乗組員の3種類に分かれており、新たな施設や艦艇のアンロックなどには研究を進めることが必要になります。そして本作の特徴とも言えるのが宇宙基地ハルシオン6の拡張です。ハルシオン6は謎の宇宙種族が放棄した基地であり、地球人が占領した今もなお多くのブロックが未調査の状態です。プレイヤーはこのハルシオン6に様々な施設を建設して、基地の能力を拡張していかなければなりませんが、そのためにはまず士官を派遣して未調査のブロックをクリアリングする必要があります。士官を派遣して所定の日数が経過すると、クリアリングが完了して、そのブロックに新たな施設を建設することができます。建設可能な施設は様々で、基地の稼働に必要な電力を生み出すものや、定期的に獲得する資源の量を増やすもの、士官を訓練するものなどがあります。建設できる施設の種類は研究を進めることでさらに増やすことができます。そして本作の基本的な進め方ですが、この星系マップ上の様々な場所に艦隊を派遣して物資や燃料、ダークマターなどの資源を集めます。青い円の中が人類の勢力圏であり、その中には人類が住む星も多数含まれています。そこに立ち寄ることで物資を獲得したり、生産量を増やすための開発を行って、国力を高めるなどの内政要素もあります。また、小惑星帯などに行くことで獲得できる物資もあります。これらの物資は船の建造や基地の拡張、研究などあらゆる場面で必要になります。宇宙を探索して物資を集めつつ、それを基地の拡張や戦力の増強、資源の拡張に振り分けなければなりません。探索中に敵の艦隊と遭遇して戦闘になったり、基地が敵の襲撃を受けることもあります。内政と軍拡のバランスを考えつつ力を蓄え、人類の勢力圏を拡大していくことが、本作の基本的な流れとなります。作品についての説明は以上です。で、ここからが初見プレイの感想。拝聴しましょう。チュートリアルの最初がいきなり RPG チックなコマンド式のバトルだったから、これって宇宙が舞台の RPG なのかなって最初は思ったんだけど、ちょっと進めてみると結構オーソドックスなストラテジーゲームよね。宇宙全体のマップがあって、その中に自分の国があって、資源をやりくりしながら軍隊を作ったり、内政で資源の量を増やしたり、宇宙を探索して資源を取ったり、研究を進めたり、このあたりはストラテジーゲーム定番の内容よね。
細かいシステム周りは違いますが、大まかなデザインは以前紹介したキャラクテックシビライゼーションズ3とも共通するところがありますね。今回2時間程度のプレイだったからあまり進まなかったけど、先々は敵の領地を攻撃して分取ったり、外交で味方を増やす、なんてこともしなきゃいけないみたいだから、ジャンル的にはストラテジーゲームと言って良いゲームよね。でもこのゲームが他のストラテジーと違うところと言ったら、やっぱり基地の拡張の部分よね。一応このゲームでは基地の他にも人が住んでいる星を開発する内政要素もあるけど、それってほとんど資源をもらえるように関係するだけなのよね。だからいろんな施設を建ててやれることを増やすみたいな要素が、全部この基地の拡張に集約されてるのよ。しかも基地を拡張するにもまず内部を探検して部屋を確保しなきゃいけないし、今回のプレイではなかったけど、探検中に敵に襲われて戦闘になることもあるらしいし、探検と戦闘で場所を確保しつつ基地を拡張するってところは、他のゲームにはちょっとない要素だと思うのよね。ただ例によってこのゲームも日本語には対応していないのよ。ゲームの内容そのものはそれほど難しい仕組みじゃないし、進め方がわからないということはなかったんだけど、時々発生するイベントのテキスト量が結構多いし、戦闘で武器を選択するときなんかも、いろんな属性とかがあるせいで、ちゃんと説明を読まないと戦闘を有利に進められなかったりで、言葉の面ではちょっとハードルが高いかな、とは思うのよ。Steam 版だと有志の日本語化モッドがあるみたいなんですけどね、Epic 版で使えるかどうかは確認していないですし。だから基本的に英語でのプレイが前提になるとして、アニメ英語でも問題なしとはちょっと言いにくいゲームなのよね。初見の感想はそんなところかしら。で、次がこのゲームの評価ね。お願いします。さっきも言ったように基本的にはよくあるストラテジーゲームなんだけど、戦闘が RPG っぽかったり、宇宙船の武器とかクルーのスキルみたいな細かい部分が、なんとなくファスターザンライトっぽかったりで、ストラテジーゲームに苦手意識がある初形が手に取りやすいような、いろんな工夫を詰め込んだゲームってのがプレイした印象なのよ。ただ本質的にはシビライゼーション的なストラテジーゲームだと思うから、その手のゲームが好きな初形じゃないとなかなか楽しめないんじゃないかしら。一応ジャンル的には RPG であることも歌ってはいるようですが、どちらかといえばストラテジー要素の強い作品という印象ですね。ちょっと血色の違うストラテジーをプレイしてみたいって思っている初形には、結構おすすめできるゲームだと思うのよね。ただそうなると例によって英語でプレイすることに抵抗がないってことが条件になるとは思うのよ。正直ストラテジーゲームとして遊ぶだけなら英語でプレイするのもそれほど気にならなかったけど、どうもこのゲーム結構シナリオありきで進むところがあるらしいから、さすがにイベントガン無視で全部の敵征服しようぜって感じに楽しむのはちょっと違うみたいなのよね。そうなるとモードのあたりの処刑の金銭に触れるのかよくわからない、なんとも評価しづらいゲームだったと思うのね。評価になってないけどそんなところかしら。さて、結果発表といきましょう。エピックゲームズ無料でおさわりプレイ、ハルシオン6、序盤をプレイした結果、プレイ継続か、アンスコか。結果、アンスコ。やはり理由は英語ですか。まあそれもあるんだけど、正直がっつりとストラテジーゲームやるんだったら、ちょっと前に配布されたキャラクテックシビライゼーションズ3、プレイするよね。そっちが一番大きいのよ。無料配布のタイミングがちょっとあれでしたね。1ヶ月配布の時期が遅ければまた結果は違ったかもしれないのよ。ハルション6の無料配布は2021年2月19日午前1時までです。興味のある方はお忘れなく。以上、エピックゲームズ無料でおさわりプレイでした。ご視聴ありがとうございました。